ここもめっちゃ痛いと思うんですけど、早くさないと。あ、痛い痛い痛い。さっきより良くなったんですが、まだちょっと高いんで、多分脇の方の問題だと思うんで、やっていきますね。ちょっと痛いんですね、これ痛いですね。モンハさん、沖縄じゃないですよね、出身。はい、全然埼玉です。なんか、前に足の指をやった時に、痛い時に、あがって言って、沖縄なんですかってコメントが。あ、痛い。なんだろう、これすごい。注射打たれたような痛み。やっぱり普段縮んでるんで、巻き伸ばせなくなっちゃうっていうんですね。この肩甲骨の位置の問題なんですよね。で、やっぱ普段開きっぱなしなんで、狭めるというか、背中を寄せるっていうのが、背中側に肩甲骨を寄せるっていうのが、しない、できなくなってきてるんで、それをやる動作ですね、これ。癒着しちゃうんで痛いです。すごい痛い、はい、でもまあ動かしてあげることで痛くなくなるので痛は上がるす、はい、この胸の筋肉ですねこの辺もまあ痛いですけど、やってあげることでまあ姿勢良くなります。あ、痛い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 、あ、痛い痛い、これも痛い。多分この辺全般痛いですもん。そうですね、うん、やっぱり普段ね、こうなっちゃってるので、あー、痛い痛い、はい、こんな痛いもんかっていうぐらい怒っちゃう、怒っちゃう怒った衝撃の方が痛くないです痛い痛いやめたいぐらい怒ってやめたいみたいな意識がが伸びにくいですけども、ちょっと伸ばしますね。はい、はい、はい、息ハート吐いて、はあ、いつもの私よりは全然伸びてます。うん、多分そうですねやった後だからね、まだね、はあ、うん、この辺もちょっと遠く線で叩きますね。動かしやすくなって、痛い痛い、この痛みは強いですかね。はい、確かにベッドから落ちるほどの、はいはい、痛みではない。ちょっと腰の下に手を入れていただいていいですか。そうですそうです。で、はい、そうですね、下にしていただいて、息を、あとはまっすぐにしましょうか。まっすぐで吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。で、戻しの背中にしていいですよ、こっちにいます。
何これ痛い、うん、何これ痛い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 携帯も何気に重いですからね、ずっとこう持つとね、この持ってる動きっていう動きというか、うん、形状キープするのが結構手に負担かかるので、うん、そうですよね、うん、ああ皆さんの場合、首が結構もう下向いちゃうので、うん、ここがもう重みですでに首に負担かかってるのに加えてこう腕の重みっていうかこう前に出すことで、はい、両方で首が神経、ね、圧迫されている状態なので、まあ、使いにくいっていうのも余計にこう連鎖して起こってくるんですよね。確かになんか最近家にいる方が辛いですね。そう仕事行ってる時の方が、はい、多分スマホあんまり見なくなったりする方がねいいんですよね、はい、人間らしいというか、そうそう多分いろんな動作をね外に出た方がしてるんですよね。家の中だとあんま歩かないし、あてててて、ついちゃうんですよね。うん、硬いですね。あいちゃう。痛いね。軽くですけどね。弱ってますね。で筋肉薄いから、やっぱ負荷もね。出ちゃうんですよね。少ないもので負担しますので、痛くなりやすいです。痛い。痛い。なんか喧嘩してなんか友達におっぱい打たれた時の痛さと似てる。なんで友達もおっぱいぶったんですかね。痛いって分かってたけど、ね、そうか、そうなんですね、そういうことか。痛い、指硬いですね、やっぱね、はあ、痛い、ああ指硬指って硬いものじゃないの。あの指の関節ですね、この可動域、ああ痛い、狭いんですよ。そういうもんだと思って生きてました。ああ違いますね。
あ、いててててて。じゃあ、もう一回こっちもあのいいですか、腰の方に入れていただいて、そうです、はい、多分こっちの方が硬いんで、痛いと思うんですけど、まっすぐ頭を顔向けてください、息吸って吐いてください、痛いですね、痛い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 、はい、吸って吐いて、全然痛くないですね、いやもう桁が違うのが痛い左はそうでもなかったですけど、やっぱり右前に出してるんですよね、あーやばいやばい、痛い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 、こっち気持ちよかったんだけど、はい、そうですね、こっちはね全然下につかないんですよね、だからこう入っちゃってるんで、はい、これが動かなくなってるから、反抗してるんです、反抗がすごいですね、ここもめっちゃ痛いと思うんですけど、ここを隠さないといけないかなって感じですね、よいしょ、痛いですけどね、多分これ今のままいくと支障が出るレベルになると思うのでこの上げられなくて、あ、やばい、うん、後ろで出そう、なんかね、例えばブラジャーホック止めるとか、まあ、そういうのもそうですし、もう元からもうできない、元から無理、そう、もう一度もやったことない、あ、本当ですかみんなよくできんなと思ってやらないと余計にね、できなくなっても気づかないというか、そう、もう悪くなっても気づかないので、うん、なんか、特別な人しかできないと思って、そんなことはない、新体操やってる人とかそんなことないですよあ、痛い痛い痛い、あ、痛い痛い痛い、あ、これあ、なんて痛さだこれ頭あれば、怒ってますからめっちゃ痛がってますね、すごい痛い、あ、痛い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 、あ、痛い痛い、そこ痛い痛い痛い、超痛い、あ、痛い痛い、よいしょ、じゃあちょっと周りから、はい、あ、痛い痛い、何しても痛いじゃないですかもうこれがとかじゃないレベルですね、もう全部痛いじゃん大丈夫ですか、出してあげたいんですよね、この辺に関しては多分やっぱ1年やってなくて、うんうん、前より悪いですね、あ、痛い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 、いいですけどね、痛い痛い痛い、本当に なんだろうこれ、これすごい痛いよ、やりづらいですけどやっていきましょう、はい、はい、息まないで息吸ってはい、吐いて、あー、はい、痛い痛い、ね、取れちゃう、取れないキープしてちょっと回します、吸って吐いてゆっくり、はい、バキバキいってますね恐怖で呼吸が早くなってしまうゆっくりしましょう、はい、あの痛いのは最初の方が強くてだんだん柔らかくなじってくるので、はいはいはい、まあ、最初はね怖いかもしれないですけど頑張って、はい、吸って吐いてちょっと動かします、いや、はい、あ、はい、はい、吸って吐いて、吐いて、あ、痛いね、はい、ゆっくり呼吸します、あ、痛い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 ですけどね、はい、ゆっくり、あ、痛い痛い、なんだこれ、はい、吸って吐いて、して、
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.